こんにちは、ヒコロ TV です。今回は、とある車屋さん、部品屋さんじゃないな、タイヤ屋さんに行きます。今度ですね、12月の2日の土曜日だったかな、茂木の方でホンダのファン感謝祭、ファン感謝祭があるので、そちらに行こうと思ってて、よく考えたらタイヤがね、普通に夏タイヤだったん で、これを今回スタッドレスタイヤ、いや、購入するの久しぶりですね。大阪なんでね、基本スタッドレスタイヤいらない。もうそろそろと思うんですけどね。あったあった、あれです、これです。店の前の木は、よし、到着。3回ぐらい買ったことあるかな、ここでホイールとかタイヤとか。結局いつもここに来てる気がするな。よし、それでは行ってみましょう。さあ、カーポート丸善に到着しました。場所は、まあ、地元の方やったらこんな感じ見ただけで分かるんですけども、これ中央大通りです。違います、中央環状です。こっち側は北川吹田方面で、こっち側は南川の八尾方面ということになります。ちょうど近畿道の東大阪ジャンクションの手前らへんですね、にちょうどこのカーポート丸善さんがあります。タイヤはこれみたい、タイヤホイールはこれみたい、タイヤもこれか、こんな感じか。なんかレーシングカー、なんかレーシングカーありますね。すごいな、このタイヤ。もうスタッドレスの域を超えてるな。なんやこれ、すごいな。どこでも行きそう。そのヨーロッパ、はい、自分のホイールはこれかな、違うかな、これね。やってきました、マイカーちゃん。交換するタイヤはこれ。結構手でやる感じなんで、ありがとうございました。手のが早いかな。すごい、4人がかりだ、F1 みたい。はや、タイヤ丸善、取れました。タイヤ丸善、タイヤ丸、タイヤ丸善、タイヤ、タイヤ丸善。あ、いや、一瞬やな。タイヤ丸善、タイヤ丸善。
はい、ありがとうございます。はい、今着いたやつは後ろ詰まってもらってまして、はい、純正のバッテリーはすべて助手席の足元の方に袋入れてまとめております。はい。わかりました。ありがとうございます。めっちゃ早いですね。まあもうすぐ、ね、びっくりした。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう、ありがとう。さあ、取り付け完了しました。これが噂のブリヂストン。ブリザック。DRX3 ですね。この触り心地が。どうなんかな、結構しっかりブニュンブニュンっていう感じはしないね、まあ、でもひっつくへばりつく感じはするかな。そしてタイヤの製造年月日ですよね。気になるのは大体買う時ね、あの1年前とか2年前のやつもあるみたいなんで、皆さん気をつけましょうね。30234桁の番号あるんですけど、この23が西暦2023年ということです。で、30というのが2023年の30周目に作ったタイヤということですね。ですね、まあこれはタイヤは今年の新しいタイヤですよっていうことです。でね、ホイールは一番安いやつでお願いしたんで、ロキソーニっていう、まあここでホイール買われてなんかロキソーニっていう名前がついてる感じがしますね。はい、見た目はこんな感じ。さあ、タイヤ交換終わりました。まあ雪道走るわけじゃないんでレビューも何もないんですけど、ちょっとだけ走ってみましょうか。とりあえずロードノイズあんまないですね。変わらない夏タイヤと。下手な夏タイヤよりも静かかも。ああ、やっぱり多少ノイズ、あのロードノイズというか夏タイヤとの違う音がする感じ、まあ、無音ではないですね。でも全然耳障りでもないし不快じゃないかな。はい、そして、そんな車ですけども、そんなタイヤですけど、439キロ、走ってきております。で燃費が 19.5 ってこれねちょっと悪いんですよね。一般道のまあローカルな道をずーっと結構鈴鹿方面まで走ってましたけど、で、それまあ帰ってきたんですけど、通常ならだいたい感覚的に22とか行きそうなんですね。が 19.5 ってまあ総合的なんですけど、ちょっと悪いかなっていうふうに思います。まあ冬で暖房がっていうのもあるんですけど、もしかしたらスタッドレスタイヤの影響もあるかもしれません。まあ基本的にというか一般的にスタッドレスタイヤは若干燃費の方悪くなるというふうにも聞いてますんで、その影響でしょうかね。はい、そしたらいつもの花道路にやってきました。花道路でね、いつも他の車でも走ってみたりしてるんで、違いが分かると思いますんで走っていきたいと思います。さあ別に普通にこう流してる分には何も思わないし、音もこう耳をかっぽじらないとスタッドレス入ってるなっていう感じはしないです。はい、私なりのいつものハンナ道路第一コーナーですね。とブレーキを軽く踏みながらいつも通り曲がっていきたいと思います。ああ、何もそのスタッドレス感ないですね。
タッドレス感ってなどないやねんっていう話なんですけど、なんか腰砕けのような感じ、あのハンドル軽いんですけど、いざ走行してるときは何も思わないですね。まあ何も思わないっていうのは、そう特に変な癖がないっていう意味ですよ。はい、あ全然、まあなんか逆にいつものタイヤよりなんかグリップ感がある気はしますね。なんていうんですか、細かいハンドル操作に対して車が反応する感じがするんですよね。これはまあスタッドレスのそのタイヤの性質なんでしょうね。いい意味でルーズじゃない。夏タイヤはもうちょっとルーズかなと思います。そのちょっとしたことに対してそんなにハンドルに情報が、路面の情報が来ない感じがするんですけど、スタッドレスはこの雪じゃない日でも路面の情報がハンドルに伝わってきますね。別にすぐにタイヤが鳴るとか滑りそうなっていうイメージも全くない。でもすごいですね、あんだけこう細くいろいろ溝切ってんのにこのドライ性能はすごいかも。これでも全然ちょっと今なんで変な運転したんですけど、アクセル踏みながらどんどん曲がっていったんですけど、FF 特有のグググググってこう、なんて言うんでしたっけ、アンダーステアっていうかな、こうドアンダーステアですね。もうタイヤが滑っているようなアンダーステアには全然ならないです。っていうかグリップめちゃくちゃいいのにびっくりしましたね今。まあその滑った時にどうかっていう感じもあるんですけどね、徐々に滑ってる方が危ないと思ってアクセル弱めるんで、そっちの方が安全と感じる人もいてると思うし、もう限界わからんけどとにかく食いつくんやっていうのが好きな人もおるんでしょうけど、まあどっちもどっちですよね。よしあしですねそこは。はい、ハナドル下りです。このガタ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 っていうのね、これぐらいやったらいつも通りかなっていう感じはしますね。いつも通りっていうのは夏タイヤとそんなに差がない。はい。夏タイヤより乗り心地がいいっていうことは多分ないかなと思いますけど。ここもガタガタ。このガタガタはちょっと気持ち悪いな。やっぱりピックアップっていうか拾いますね、ガタガタの道をね。よく拾います。だからまあそれが安全運転につながるっていう部分ももちろんあるかなとは思いますね。雪道なんでね、その路面の状況がハンドルに伝わってくる方が操作はね、いいかなと思います。で、こういうカーブは全然ドライタイヤと変わらない。変わらない。これぐらいの速度域やったら変わらないです。うん、コーナーリング性能はめちゃくちゃいいですね。ちょっとね、腰砕け感は少しだけあるんですけど、でもそれよりもこうグリップ感はやっぱり強い。まあ新しいんでね、タイヤが。それもあるとは思うんですけど、スタッドレスタイヤのね、レビューでワインディングってあるんかなって思うんですけど、ドライのね、しかも。まあ結構大事っていうか、ずっと雪あるっていうわけじゃないですからね。まあ地域に、全くよるんですけど、特にほんと先も言いましたけど、大阪の人ってね、もう9割雪降らないって普段ですね。大阪のまあ、中心部の人ですね。中心部から南の方の人っていうのはもうほとんど雪降らないんで、スタッドレス履いたとしても、一緒に過ごす時間っていうのはドライとか雨の日の方が長いんで、雪じゃない日の感じをお届けできたかなと思います。いかがでしたでしょうか。それでは今回の動画はこれで終わっております。またね。
あ、チャンネル登録、いいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。今年は頑張るぞって、来年も動画頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。こんな動画見たいっていうのがあったら、また教えていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。